実はですね、父親が、うん、癌が見つかったということで、うんうん、今週入院したんですね、うん、で、うん、検査だって言ってたんですけど、うん、でもやっぱり見つかって、うん、ちょっと驚いてますね。で、まあ年も年だし、本当にもう80、ね、過ぎてる90近いので何もないわけないなと思ったんですけど、うんうん、で、うん、ちょっと今そんな状態です、うん、はい、うんでうん、なんか、まあ、私が自分でがんが見つかった時に、うん、思った以上に父は私に心配してないよっていうのを見せてたんですね、うん、で、そんながんなんか取っちゃえばいいって言ってた父が、うん、まさか1年後に自分がなるって思ってたのかなって思ったし、うん、今回は3日だけでたんで、うん、まあ誰にも来るなって言って、うん、でもやっぱり母と姉は行ったら、うん、ちょうど抗がん剤の打ってる時で、うん、まあ今までになく父が衰弱してたって言って、うん、で母も姉もすごいびっくりしてて、うん、で父は帰ってきて、うん、だから来るなって言ったのにって、うん、言ってなんか、うんうん、なんかやっぱそういうとこって父は気丈だから、うん、見せたくなかったんだなって思いましたね、うんうん、そんなことがありました。ね、なんかいつになく、うん、なんか父がすごい小さく見えたこの週というか、うん、なんかマリちゃんの中ではどんなことが起こってたんですか？そうですね、なんだろうな、まあ、心配するなって父が言ってたから私も、うん、必要以上に大丈夫っていうことは言いたくなかったし、うん、なるべく違う話に持ってってたんだけど、うん、でもやっぱり思うと、ああこの人といつまでいられるのかなと思うと、うん、辛いですよね、うん、本当に会ってる一瞬が大事だなって思うし、うんうん、ね、なんか他の人がなっている時ってやっぱり自分の親がなるとこんなになっちゃうんだなって、うん、なんか、うん、こんなに、うん、自分がこんなに、うん、なんか情けないっていうかこんなに弱いんだなっていうか、うん、優しい言葉の一つもかけられないな私とか思ってるし、うん、なんだろう、動揺してたじゃなくて何が起こってたの？そうですね、なんか、うん、動揺しますね、そうですね、なんか自分で、うん、本当に何もしてあげられないっていうか、うん、いや私、うん、これでも人にいろいろケアしてきた仕事もやってきたのに、うん、でも、うん、なんか自分の家族ってなんで私こんなできないんだろうなって思ったし、うんうんうん、ちょっと情けないですね、自分が、うん、なんだろう、どうしたらいいか分かんなかったの？それともなんか動揺が大きかった？そうですね、うん、多分やれることはいっぱいあると思うんだけど、うんうんうん、でも私がない、なんだろう、うんうん、まあ、泣いちゃいけないっていうか、うんうん、まあ本当今日は明日でもないし、うんうんうん、でもないんだけど、うん、でも絶対この人の前で泣けないなって思ってるし、うん、そっか、泣けない、うん、ね、で、なんかそうなんですよね、うん、なんか、うん、で、父が帰ってきた時に、うんうんうん、
実になく私に話して、で検査も痛いかと思ったって、それを思ってずっとやっぱり怖かったって言ったんですよね。で初めて私父から怖かったっていうのを聞いて、わあこの人でもこんなこと思うんだなって思って、あどんだけ切なかったんだなって思うと、いやちょっとたまんなかったですね。なんかたまんないっていうのは、なんかずっと気丈にして、いろんなことやってきた人だけど、ああでもああその父でもやっぱ怖いって、いうことがあるんだなって、思ったし、でもそれを私に言ってくれたのはありがたかったですね。ありがたいってのは、なんかもし怖いっていうことを誰にも言わないで、ずっと言わなかったら、やっぱりなんだろうな、そのまま持っていくんだろうなと思ったけど、でもそれを言ってくれたから、少しそれでもし怖いっていう気持ちを言うことで、なんか落ち着くとか、ちょっとでも楽になってくれたら、やっぱり嬉しいですよね。ああここまで話してみてどうですか。そうですね、ああ自分がこんなに動揺してたんだと思いました。するよねでもね。そうですね、そうやって、言ったの初めてだったので、ちょっとこれ言ってもいいかどうか迷ったんですけど、でも本当聞いていただいてありがとうございます。なんか今話す前と比べて今の気持ちとか今の状態とか何か教えてください。そうですね、改めてなんか私は父に何をしようかなと思いましたね。なるほど。私何かそれこそ本当にそばにいる時間を大事にしたいなと思ったし、あとは何だろうな、もし自分が辛くなったら、誰かに話してもいいのかな。なるほど。そうですか。はい。ありがとうございました。はい、ということで。ありがとうございます、本当に。で、別に、今は本当にただ聞いてて、それってどういうことなのって、そうなんだこういうことだったのってただやってるだけですね。でもっと、コーチングしようというこっちに意図があったりとか、それからマリちゃんとの間で合意があればね、もっとその辛かった気持ちに入っていくこともできるし、で、それで何が辛かったんだろうとか、お父さんに本当はどうしたかったとかってやることもいくらでもできるわけですけど、別にやろうがやるまいがですよ、本人の中で何か話してちょっと落ち着くとかっていうことで生きていける、コーチングとかカウンセリングの技法なんかなくたって人間は生きていくわけですから、70億人のうちの69億70万人、なんかそういうもう規模の人たちは我々がこのコーチングだと思ってるものを知らずに、でも別にそれで生きてるわけですから、生きていけるんですよちゃんと。で、ただその時に本当に寄り添ってくれることを聞いてくれることが大切な、私すごい街中歩いてていいなと思うこといっぱいあるのね。この間赤坂見附の、ビッグカメラの前でね、女の子でいくつぐらいかな、20代前半ぐらいの女の子が2人で歩いてたんですよ。でお友達同士みたいな感じで、で1人の子がでもなんか辛いことがあったのかもしれないで泣いてたのね、ボロ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 泣いてたので、友達の子がね、ただね手つないでね、でなんかその子のリズムに合わせて歩いてんだよね。で多分本当にそのお友達に何が必要なのか、その子は感覚的には分かってるし、でやっぱりそこで変わってくんですよ人間って。赤坂のすぐそこにある飲み屋でね、飲んでて、これはいつも話す話なんで聞いたことある人いるかもしれないけど、20そこそこ、23、4ぐらいの入社1、2年目ぐらいの男の子が、なんか突然泣き始めたんだよね。なんか仕事で失敗かなんかしたんでしょう。そしたら横にいるね、もう定年間際みたいなおじさんがね、なんかねこうニコって笑ってね、わかるよって感じでこう肩に手を乗せて、そしたら突然席を切ったように男の子がボロ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 って泣き出すわけで、別に何するわけじゃないんだよ。
どんな質問するとか承認するとか何もないの、ただこうやって肩に手を置いてなーってこうやってやってるんで、みんな周りも気がついてんだけど別にやいのやいの言わないの、みんな普通に楽しそうに話してる、まあフリーをしてるのよみんなで、分かってんだみんなそういうのはちゃんと。で数分ぐらいボロボロ男の子泣いてて、でもその後ちょっと落ち着いたって顔上げた時にこうやってやられて、はいって大丈夫ですみたいな感じになると、またみんなでわーってこう盛り上がって一緒に飲むんだんで、そういうことは分かってるんですよ我々は。で分かってるんだけど忘れちゃうと相手を引きずり回して、なんかコーチングをやってるつもりなんだけど、知らない人よりもなんか遠回りな道になっちゃうことがあるっていうことなので、しっかりここの力をね、これを使いましょうねということを、コーチングが上手になってきたからこそ繰り返しお伝えしたいところなんですということで、隣の方と感想どうもありがとうございます。はい、どうぞ。